じゃああと1個今気になってるのがこの昨日、うん、昨日だからおとといも言ったけどもそのほら大橋の北の祝福や闇捨て村のところの祝福の近くの池でドラゴンと戦ったんだけどもそのちょっと南に広がってるそのちょっとこう隆起した大地っていうか闇捨て村ってなんだっけああはいはいはい、うん、とりあえず大橋の北に移動してもらっておい剣出ないんだがもう一回行ったら戦えるんじゃないですかいいえそのモブモブなんじゃないだって強くなかったしねうんちょっと一回昼にしようかな、はい、でそのなんちゅうああここのへこんでるへこんでるってか、うん、ちょっとそこ登れるとこあるんちゃうのみたいなことを君が言ってたと思うんだけどうんじゃあ1の方に1って俺の方だけど俺の方だけだけどいやでもちょっとだいぶ高いなこう見上げるとあそうだねいや待ってふもとに洞窟あるかもよでもすぐ近くにそのあれあったじゃん壺の洞窟うーんこの近距離にあるかな来たけどないないえじゃあそこやっぱ転送なのかなうんだから霊気流とかあればワンチャンと思ったんだけどないねうんまあここの下はうわ何もねえのかやべやべいけませんなこれすごいもう大穴なんだもんねここねあアイテムある取り忘れてたのかなああ旋回ほんまや申しし切りあ違ったええどこにあんのそれそれこそちょっとあのここ行けるんじゃないって言ったところの壁沿いに南に下ってってみてください南か、うん、反対に来ちゃった反対はすぐ多分崖で行き止まりだと思うから逆方向に壁沿いに行くと戦技あ俺それ撮ってるよあ撮ってるあのほら誰だっけあじゃあ探索の時にそうだねダブって君撮ってて俺がフレイヤーが使う戦技じゃんとか言ってた記憶があるあダンダンってこう、はいはい、ジャンプして垂直切りみたいなあのあはいはいはい、追加入力で2回入れれるみたいな戦技じゃないそうだね赤獅子の中でも赤獅子だからね、うん、で絵もこれフレイヤーっぽいしね、うんうん、それはなるほど、ね、撮ってるわ撮ってるわで探索じっくりした方では撮ってるけどそうそうそう2回目の方はちょっとね穴があるっていうか抜けがあるんだしょうもね雑談して見落としてるっていう、うん、集中力だいぶ欠けてるからね2回目はまあでも2回目で見落とした洞窟発見もしてるからなうん、今んところ編集しながらさらなる発見はないからああそうかいいのか悪いのかこんなとこかな大きな門のところまで来ましたが、うん、そうだねいやだからそこのだから下の南のその西の無名霊廟の南西にあるそこをどうやって行くのかが全くまあ転送門か中でいずれ行けるんだろううん慰め教会が何にもなさすぎたよななんだっけそれ一番最初にその右下の方に行ったあの教会ああはいただなんか初ブラムダーのとこだっけそううんじゃあいよいよチラッと懲罰砦の裏手いい懲罰取りではいじゃあ俺それです裏手うん裏手ってジャンプで入った方だっけそうもう裏口入学でいいでしょ僕たちはうん行きがかり上じゃあこっち呼ぶ感じかなはい書きましたはいそういえばあのアナログデュオのアナログ社があのアナログポケットとかの、うん、なんかアナログポケットの筐体が金属板出したんだけどアルミ筐体のあれすごいなんかお高い上に倍率も高いみたいな
噂だったけど、うん、そんなん出すより早く64出せっていう話64のアナログ、なんか一緒に同じタイミングでなんかなんだカートリッジアダプターみたいなの出してなかった？ああ、うん、あるある、なんか PC エンジンとか、うん、いらないですはい、では行きましょう。そう、俺だからそのポリメガの64ちょっとこのほら、うん、処理的にちょっと厳しいっていうのがあって、はいはい、あ、いや全然ほとんど大丈夫なんだけどね、たまにちょっとあれこれきついかなっていうところがあるみたいなやつで、うん、少しでもと思って、うん、CPU 乾燥したんだよ俺。おお、はいはいはい、セレロンの なんだっけな、うん、まあ、ちょっと適合するやつ 何種類かあるんだけど、うん、したらあのだいぶ良くなった。あ、ほんと、うん、でも全部かどうかはもちろん俺カトリってそんな持ってないから、うん、全然バックさできない、ブーシーない。おお、あー、なるほどな、なるほどな、なかなかやるもんだもんなこいつなはあ、重い64って言ったらあれだな、俺の持ってるうちはパーフェクトダーク重そうだな。あー、ポリゴン 3D だから。あれなんかパーフェクトダークリメイク来るよね。あ、そうだっけ。うん、だしそのリメイクの発表のタイミングで、うん、スイッチのあのあれオンラインサービス、ゴールデンアイじゃない、あ、じゃなくて普通パーフェクトダーク多分遊べるはずだよ今スイッチで。あー、そうなんだ、うん、あのねゴールデンアイね、オープニング、うん、ちょっとカクつくんだよ。へーゲーム入ると大丈夫。あ、でもオープニングなんかなんだろう、動画じゃなくてデーレって別にそんな重たく思わないんだけど、はいはい、あ、じゃあオープニングとそのなんだっけ、セーブデータの選択画面がなんか異常に重いんだよ。へー、なんでやねんっていう。なんか特殊なチップ使ってやってたのかね、なんか変な処理走ってんでしょあれ多分、わかんないけど、独自のレア車、独自の、うん、だ別になんかそのほら結局エミュレーターで動いてるから、うん、なんかそのゲーム自体の処理の重さっていうのもあるかもしれないけど、なんかそのねこう完全に、うんうん、ハードウェアを完全に再現してるわけじゃないから、当時のちょっと裏技的な動かし方したりすると、うん、エミュレートではできない、うん、ところがあるんだろうねきっとね、うん、間に合った、ナイス。あ、でもなんか俺ダメージ食らったんだけど、ビョヨー出た、いらないもん出たな、ちょっと服装ちょっとなんかゴージャスでなんかイライラする祝福されたコッペになった。でこっからははしごがあります、はい、ここはしご、またすぐ祝福なんじゃない。あ、登らない。登るか降りるかだね。まあ先に登りたいかな。そうだね。ここすぐ向こうの祝福までもう道が見えてるんだけど。どういうこっちゃ。一番近いんじゃないこの祝福今までで。宝箱。俺が今までこのシリーズ、うん、デモンズから始めて一番近いと思ったのは、うん、ダークソウル3 あの図書館大書庫の手前とあの竜騎士の倒した後に現れる、あ、はい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 、あれほど近い祝福今までないと思うんだけど確かにあれも近いな。さあドーン、え炭石8、1個でございました。ちょっとこれ上あー、ええ降りちゃったあー、そっか、上のあの壁ツアーね、壁ツアー、はい、はい、下にアイテム、壊れたルーン、どういうこと、壊れたルーンってさ右側に、あ、ちょっと待って、じゃあ一応祝福、こっから城の内部に入る模様、あ、そっちからも入れんのか、でいつものベローンしてる死体、玉露、
よいしょ。でこっちはこれはマップを見ると懲罰砦っていう祝福です、うんうんうん、おお、また重いか。でこれ階段じゃなくて、そこに多分見えてたお宝があると思うよ。うん、あ、はいはいはい。いた。まあ取りに行ったら来るやつか。お、兵卒の布鎧ニュー祝福されたコッペン一で、そこはさっきの角じゃない、イミズ の背中が見えるけど、ここ多分エレベーターなんでしょうな。あー、じゃあ正門から入ったらここに出るのかな。うん、わかんないけど、これちょっとさ、撃ったらどういう行動するか、ここに落ちるんじゃないかと思うんだけど、俺はそこまでバカじゃないんじゃないかな。いやー、目光ってないこの人。お、4倍だ、4倍光ってるね。さあどうする。お、なんか、おおお、どうだ、なんかクックって。あー、さすがに、さすがに、あ、来るか、あ、来る、どう、さすがにどう。いや、そろそろ我慢できなくなってきたんじゃないかな。どうだどうだ、ゲーが落ちてったけど、ね、どうだ、ほら、それ、うん、ダメだ。仕方ないな、使っちゃうぞ。おお、ガッグンガッグン来てる、ほら離れてた。だんだんダメ、離れてた。ああ、あたかい、あたかい、いやいや、ロックは外れるんだけど。いや、落ちそう、落ちそう、死ぬよ、もう死んだ。よっしゃ、アイテム出たな。気になるけど、まあ回っていきゃいいでしょ。って言ってる時に死ぬんだよ。右か下か、まあこっちから行きますか。誰かいる、あ、両馬券いる、両馬券。すげえ、なんか、あ、だからそっか、懲罰取り出てたもんな。メスメル兵がさ、首吊られてるんだけど。うん、そういうやつ。懲罰っていうか、もう死刑、これ、両脇にいるんじゃない？いない？両脇に。あ、え？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 ボスなんだけど？え？ボスなんだけど？そんなバカな。こんな開けたところで、やべやべやべ、ここでボス戦とか、バクス入るんだけど。バクス入るんだけど、キャッチボールしようぜ、お前弾な。おや、これは新しいかも。なんだお前、試薬飲むまでもなかったじゃん。それな、試薬飲むまでもない。お前バックスター取りやすいな。普通にこのモブになんか名前がついちゃったみたいな、ボスみたいな演出になっちゃってるけど、だって今まで普通に出てたじゃんっていう話だよね、うん、エドレッド、あ、いて、おいおい、死ぬなよ。エドレッド、大阪ブルーみたいな感じだな。なんだ
死ぬよ、死ぬよ君。名古屋イエロー、大阪ブルー。はい、なんで東京だけ映像なの？ちょっと江戸に合わせた大阪名古屋ちょっと言えなかった俺。あ、間違えた。これエゾホワイト。おお。デワグリーン。デワの国とは言うけど。デワの国。サタケ。サタケ。はい。グリングリン飛ぶなお前。グリングリン飛び。なんとこれ、いやー安倍いいな。なんとこれ。くるっくるくるっくる。くるっくるくるっくる。見てから前転で余裕でした。今ちょっと色気出してパリしようと思ってしまった。はい。おお。おおいいね。飛びキャン。いいね。それよ。飛びキャン。はい、お願いします。ああ。エドレッド。吸い込みザンギエフ。あ、まあ、まだ、ミリ行き。俺返されるもしかして。返されるんじゃないの。もしかしちゃったよ。旋回ルツボの初走翼。あーあー、もっと見たかったのに。やだー。今腰のランタンだけ最後まで浮いてたよ。怖。これもう一回呼べない？呼べないんじゃないか。一応書いてみたけど。そこの祝福、あの懲罰取りで。あ、あの一番最初の、うん、ちょ、ん？裏手。あ、裏手、裏手。だって俺そっちに敵いるから。あ、そっか。待って、これどうやってじゃあ、転送するしかないと。転送すると、まあ、じゃあ、また敵入れちゃう、うん。ちょっと一通り見てからでもいいんじゃない？あ、俺、いや、ダメだ、いけない。じゃあそっちへ俺行くか。え？俺呼ばれて君の方行って、うん、そいつ倒すか、どっちでもいい。じゃあ俺、試薬使えばいい。君のを進めようか、はい、うん、今のところの DLC に入ってからのボスの中で彼は一番最弱だったんじゃないか。ボスでいいのかなあれ。一応ゲージ出ちゃったからな。戦技、ルツボの初走翼。ルツボの生命に由来する戦技。黄金の翼を生じ、飛翔して武器を掲げ突進する。突撃する。両馬剣では突撃は回転撃となる。さっきやってたやつだね。両馬剣を装備してないとそうならないってことか。うん。んだなか。はい。参る。中出た。はい。探石とか祝福されたコッペン4。ああ、そこそこ。探石初。うん。いや、落ちた。壊れたるん。ここの右はまだ行ってないよ。祝福。え、じゃあもうとりあえずあのボス一番最後にもう残した方がいいよね。そうだね。こいつちょっかい。ああ、俺結局さっきこいつが出したアイテム拾ってないし。どうせ、あれだったよ。大したもんじゃないか。この野郎。ああ、いいですね。あ、中出た。え？ちょっとでも普通の宝とは色が違うな。同じでしょ。ちょっと薄紫だったよ、ほんとに。うっそうもん。中出たんじゃない？逆裏。で下行こうかな。はい。君たちは
まあ、そんなに難易度高くないんじゃないか、ここは。だって油断してれば死ぬから、うん、分かってるでしょ。何年やってるの。左からゴロ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 って聞こえるんだけど。ボルト、ああまだいますね。軽率の鉄砲届かねえ。二人いるな。え、ああもうない。うぃカメを、カメをつけよう。なんか左で動いてる。なんだ、乙女人形か。何、木が倒れてきてる。これは外のあれだ。あーはい、乙女人形な、はあ、祝祭アンブラー2個。はい、あれこれもういける、登っていけちゃうけど。ああ宝箱あります。これでも降りたら戻れなくね。でも行くか。土地から降りられるんじゃない奥。うん、おお炎竜院のタリスマンプラス3。おお、ついに出ましたな。ついに出ちゃったな。でこれ下あるね。え、下あるっていうかこう下になんか通じてる。行き止まりか、ただの演出っていうか。わあ、なんか血の実験が。下にアイテムある。アイテムけども降りたら登れないね。あ、いや、はしごあるわ、ここに。降ります。じゃあ行きますか。はい、え、なんか出た。何体、何体いる。あと2体。壁際でも当たるんだな。宝箱あるな。ふざけるんじゃないよ。兵卒の鉄鋼炭石5。宝箱開けます。うん、炭石6。吹いちまったよ。イライラする。これは霊母石。はい、ゴミばっかりやがな。ゴミって言うなよ。こっちは、わあ拷問の器具がいっぱい。懲罰懲罰。ほう、アイテムがあるぜ。あ、ないよ。あ、来たとこ、これ来たとこ。 あれあれ、これ戻って、あれちょっと待って、あれ戻ってる。あれあれ、こっち行ってない。ああ、これ拾ってないよ、これ。おう、コウマの肝付け。うん、こっち行ってないか。そうか、はい。あ、入り口だ、入り口だ。ああ、はいはいはい。でこれが首吊り台。祝福されたコッペ。はい、色は紫色だったんだがな。キノコ。でこれが、これも紫で祝福コッペンさん。あ、これ壊れたルーン、壊れたルーン。スローイングダガー。この方に及んで。はいはいはい。霊視の博士ズラン1。ゴミばっかりやがな。え、ここ、さっきここで倒したんだよね。ここ、うん、ここ降りられ、降りたらどうなる。
言いますよ。ちょっと待って ここ入り口出入り口でいいんだよねこれね。うんうん、OK そうだね、はい、うん、じゃあ降りを降りてください。